ーベンダーファンの皆様、本日はオーストラリアからエキサイティングなレースをお送りします。スタートしました。スーパーピクニック1が一歩リード。その後にブラック魔王の00マシンターボ、早くもゴムの木の森に差し掛かった。こんなレース楽勝さ。総理1、2のセット。引っかかっちまったぞ。どうってことないよ、道でガムを踏みつけたようなもんだよ。ガム？でっかい風船ガムかい？冗談言ってる場合じゃないんだ、忙しいんだから。風船ガムだった。引くんだよ、ケンケン。これで奴らをぶっ飛ばしちゃうのよ。それ来たぞ。任しとけ。なぜ引っかかんないんだよ、畜生。置いてかれぞ。うるせえな、もう。ケンケン、この掃除。うるせえ。してろよ。西部の男の人睨みでバッファローをおとなしくさせてやる。催眠術にかかったな。だらしない。レースは谷に差し掛かって、最初に橋を渡ったのはブラック魔王の00マシンターボ。よし、橋を焼いてやる。これで優勝はいただき。いただき。おっと大変、駅馬車ビークル5000、谷底めがけて真っ逆さまにはならなかった。止まれ、橋がないぞ。よし、トイレブースターの出番だ。スイッチオン。行くぞ、ケンケン。ゴールまで一走りだ。いいぞ、いいぞ、いいぞ。こんな谷なんかとっくに。なんでこうなるの、ケンケン。うるせえ、粘るな。レースは終盤、最大の障害が立ち下がった。名付けて巨大葉っぱの恐怖。うちわにするにはちょっと大きすぎるな、ブーブー。骸骨の一吹きで倒れた。またも大障害、巨大ビーフの襲来だ。フェンダーベンダーは誰にも止められない。今度は巨大な入れ歯の攻撃だ。こいつ、俺たちに噛みつこうとしてるのか。任せておきな、俺がバッチリと解決してやるさ。見てろって。はいはい、お口を大きく開けて。やったね。今のうちにさっさとゴール目指していっちまおうぜ。真っ先に通過するチームは一体どこのマシンか。トップは行き場所ビークル5000。いやいや、もうゼロゼロマシンターボ。どっちだどっちだ。今度こそ俺様の優勝は絶対だぞ。いいぞいいぞいいぞ。ねえねえ、ブラック魔王、何か汚い手を使うのかい。え、その通り。やるぞケンケン。任しとけ。おっと、鼻の差で優勝は00マシンターボ。信じられないことが起こりました。ブラック魔王とケンケン、今商品を手渡しされます。商品は一体何か。あらら、ちょっと待ってください。審議の結果、ブラック魔王失格です。なんだい、商品は俺様のものだ。なに、燃やした橋の代金1000万払えだと。老分割絶対できませんだと。ざまみろ。